はい、こんにちは。パーカッション高見です。今回はコンガにまつわる疑問質問にまとめて回答していきたいと思います。何かというとですね、コンガという楽器、実はいろいろなサイズ、径の大きさのものがあるんですけれども、最初に1本だけ買うとしたらどのサイズのものを買えばいいですか、だったり、2本買うとしたらどれとどれの組み合わせがいいですか、だったり、3本買うとしたらどれとどれとどれの組み合わせが良くてどういう並べ方をしたらいいですか、みたいなね、こういう質問大変よくいただくんですけれども、まあ、知ってる方からしたらね、いやそれ当たり前じゃんっていうような内容なんだけども、意外とこう Google とかで検索してみてもいい加減な情報が多かったりしますので、この動画でまとめて回答していきたいと思いますので、コンガに興味あるよ、コンガについて知りたいよという方はぜひチェックしてください。はい、ではまず超基本的なところからいきますけれども、このコンガという楽器ね、実はこれ1本だけで叩く楽器なんです。もともとはこれ1本だけで、かなりいろいろな音色、多彩な音色を出すことができますので、ソロ楽器としても叩けるし、もちろんねリズムを叩くことができますと。で、もともとのそのアフリカ系の人たちだったり、特に南米キューバでこのコンガ発展したと言われてますけれども、1人1本ねこのコンガを叩いて、でそれがまあ2人3人と集まってアンサンブルするようになったんですね。で1人がこう叩いたら、まあ、もう1人がこう叩いてこうするような感じで、でもう一人がみたいな感じで、なんですよ、コール&レスポンスみたいな感じで掛け合いするようなね感じでアンサンブルが生まれていったと。でそれがこうでこう組み合わさって、リズムになるような、踊れるようなねビートを生み出していきましたと。でキューバではこのコンガ奏者が2人ないしは3人で演奏することが多かったですので、まあ、最大でも3本っていう感じですね。で3本で演奏されるときは、まあ、こんな感じで音程差、音の高さをね、まあ、おおよそなんですけれども、高い、真ん中、低いみたいな感じでつけて演奏することが多かったです。でこれがね3本揃ってようやく皆さんご存知の高い方から金とコンガトゥンバドーラという名前が付けられます。はい、まあ、スペイン語でねセグンドとかサリドールって言ったりすることもあるんですけれども、今、まあ、ワールドワイドに、世界共通で通じる言葉としては金とコンガトゥンバドーラ、まあ、トゥンバドーラ略してトゥンバと言ったりもするんですけれども、この呼び方で、認知されております。これは僕は持ってないんで実物でちょっと説明できないんですけれども、特殊な例として金とよりもさらに高い、さらに小ぶりなレキントというのも存在します。レキントね。ただこのレキント実は今ではあんまり使われておりませんし、そもそも作られておりません。はい、これなんで作られてないのかっていうのはねあんまり定かではないんですけども、僕の予想としてはですね、おそらくこのチューニングする技術、テンションをかける技術がかなり上がって、今金とでもまあ、こんぐらいハイピッチにすることができるようになりましたので、もうレキントの存在意義あんまりないのかなと思ったりしております。でもしね持ってる方とか使ってる方いたらごめんなさいっていう感じなんだけれども、これからコンガを始めようという方にとってはですね、まあ、あんまり考えなくていいのかなっていうか、まあ、そもそもそんなに手に入りませんので、基本は金とコンガトゥンバの3本で考えていただければいいのかなと思います。はい、という話を踏まえて、ようやくここから楽器選びについてなんですけれども、今どこのメーカーでもだいたいですね3サイズ、小さい方から金とコンガトゥンバドーラという名前で3サイズ出していると思います。はい、で初心者の方、これから始めるよっていう方が最初に1本だけ選ぶとしたらどれを選べばいいのかっていうと、さっきの話から言うと、まあ、真ん中ですね、真ん中のサイズ、コンガのサイズ、まあ、これを選んでおけば間違いないよという話です。はい。で、高い音、ソロなんかでも使えますし、まあ、もちろんね、リズムを演奏することもできます。で、ここからさらにもう一本買い足すとしたら、トゥンバです。これよりさらに低いのをもう一本。コンガとトゥンバっていう、この組み合わせ。まあ、この組み合わせでいろいろリズムを叩いたりソロを叩いたりすることができますと。でこの上でさらにソロなどでもうバキバキ叩きたい、スコスコ叩きたいという場合には金と加えればいいかなという感じです。
はい、というわけで3本並べて、こっちからキンとコンがトゥンバになりましたと。という感じです。で、これが世界標準という感じ。これがワールドスタンダードで、もともと1人1本で叩いていたものを、去年ね、亡くなってしまったんですけども、カンディド・カメーロっていうですね、コンガのレジェンドプレイヤーがおりまして、彼が並べてね、音程感をつけてメロディーを演奏するように、演奏したのが始まりで、それがメジャーになってというかスタンダードになって、今のコンガプレイヤーたちがこういう風に複数本並べて演奏するようになりました。で、今では本当にいろいろな並べ方を、している方がいますので、あとはね、みんながそれぞれやりたい音楽だったり、どういう演奏スタイル、パフォーマンスをしたいかによってこの並べ方、組み合わせは変わるかなと思います。例えばコンガをメインにして低い方にもう一本欲しいといった場合だったら、コンガ、トゥンバ、トゥンバっていうね、組み合わせにしたり、あるいはコンガ、コンガ、トゥンバでもいいですよね。で、日本でよくやられるスタイルとしてはですね、このキンと一番高いやつを真ん中にして、その両側にトゥンバ、コンガを置くというようなセッティングです。で、これでやってみますと、はい、こんな感じでかなり高い音がメインで聞こえるので、アグレッシブっていうかね、軽快、ワイルドな感じに聞こえるかなと思います。で、これね、なんでかちょっとよくわかんないんですけども、日本ではこのキントがね、メインみたいな扱いで、叩かれることが多いんですね。で、これ完全に僕の予想なんですけれども、おそらくね、昔の日本のコンガプレイヤーたちがですね、このコンガのスラップ、このカっていうね、明るい高い音、この音を出すのが苦手だったんじゃないかなと思います。出せなかったんじゃないかなと思います。このスラップっていう、叩き方はですね、この太鼓の径が小さければ小さいほど、音が高ければ高いほど鳴らしやすい、出やすい音なんですね。で、低いと結構難しいんで、この低い太鼓でね、スラップが鳴らせなかったのではないかっていうのが、僕の仮説です。それでこの金と一番高いやつをメインにして、これをメインにしたのではないかなと思いますけれども、ちょっと本当のところは分かりません。もしなんでね、日本でこの金とがメインで叩かれてるのかっていうのをご存知の方がいたら、ぜひコメント欄で教えてください。はい、というわけで今回は意外と知らないコンガの知識についてお届けしました。ちなみにこれからコンガを始めよう、購入しようと考えている方はですね、以前にコンガ購入ガイドという動画を作ってあげてますので、概要欄からそちらもぜひ見てみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。他にも動画たくさんありますので、概要欄の再生リストからぜひご覧になってください。毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションのワークショップもやってますので、ぜひチャンネル登録して参加してください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。